大丈夫ですか？ひどく具合が悪そうに見えたので大丈夫かなって。知んないけど、ありがとう。オイラってちょっぴり悪夢症でさ。悪夢症？オイラ、頭おかしいからさ、よく悪い白昼夢にうなされちゃうんだよね。お昼食べてうとうとしてたら、またたちの悪い夢にうなされてたみたい。悪い夢をしつこく見るなら、何かの病気のサインかもしれないよ。保健室で先生に相談した方がいいんじゃないかな。保健の先生？タマユは間に合ってるよ。大丈夫大丈夫。割と元気そうだぜ。よかったよかった。みたいだね。でも一度先生に相談してみてね。夢は心や体調のサインであることも多いから。ありがとう。でもまあ、オイラのは多分そういうのじゃないから。不思議の国のアリスならぬ、悪夢の国のエリスだからね。ん？ま、とにかくありがとう。あんたも用があって通りかかったんでしょ？昼休みは短いよ。そうそう、行って行って。うん、じゃあ行くよ、夏くん。こんなのよ、本当にただのかすり傷なんだぜ。傷なんざ舐めときゃ治るってのが男ってもんだぜ。ダメだよ、バイ菌が入って可能したら大変なんだから。高校男児やすり傷程度で保健室なんて恥ずかしいんだよ。ダメだよ、ちゃんと消毒薬を塗ってもらおうね。やだー、俺あのしみるやつ大嫌いなんだ。ダメだよ。さあ、保健室行こう。いって、いてててててて、そんなバカ力で掴むな、引っ張るな。失礼します。先生、傷の消毒をお願いします。お昼寝中、お邪魔をしてすみませんでした。そんな、寝てないわよ。ちょっと午後の陽気にうつらうつらとしちゃってただけなんだから。その言い訳じゃ確実に廊下に立たされますぜ。というか先週来た時も確か居眠りしてませんでしたっけ？そんな、教頭先生に告げ口するのは許してよね。じゃないと私、教頭先生に怒られる、査定が最低、学校クビ、路頭に迷う、死。お願いよ、教頭先生には黙ってて。黙っててくれるなら、先生、いけない個人授業とか特別にしてあげようかな。そしてその光景を隠し撮り、脅迫、口止め料たんまり、左内輪でウハウハ、素敵なセレブとの恋も。鈴原、先生にいきなり腹パンかよ。さすがグレートな男だぜ。まだ寝ぼけてるみたいだったから、着付けにいいかなと思って。ナイスパンチよ。ありがとう、すっきりしたわ。それで、保健室にご用は何かしら？また彼が何かいたずらをして、すりむきでもしたの？こんなの男の勲章だぜ。そうだね、痛みに耐えられる夏くんは男の鏡だと思うな。
すさらに言われるとまんざらでもねえぜ。なら痛いしみる消毒薬も頑張れるよね。あるわよ、よく聞く痛い消毒薬が。やめろ、離せすすはら。はい、これでよし。よかったね、これで怪我も綺麗に治ると思うよ。それ以上に頑張って耐えた夏くんがかっこいいと思ったよ。まあな、男熱田夏や消毒薬程度でヒーヒー言うようなヤワじゃねえからな。熱田くんは元気盛りで怪我が絶えないわね。それはそうと、あなた鈴原すずむくんだっけ。あなたも面倒見のいい友達ね。暑いのと涼しいのであなたたちちょうどいいコンビかも。よっしゃー、グレートスサラと俺がついにコンビと認められたぜ。よく言ってるけど、グレートスサラって何。お前が超ウルトラスーパーレアにグレートな男だからよ。プロレスラーみたいな名前だな。ねえ、グレートすすはらくんとグレートあつたくん。俺はまだ全然グレートな男じゃないんです。しかしいつかはそう言われてみて。じゃあグレートすすはらくんとノーマルあつたくん。ノーマルはさすがに。じゃあグレートすすはらくんとアブノーマルあつたくんね。それは絶対に嫌じゃ。夏くんはどんなあだ名でもかっこいいと思うよ。ところであなたたち部活動は何かやってる。いえ何も。すすはらは空手やってたんだろ。空手部とか入ればきっとグレートな伝説を築いちまう気がするぜ。空手をやってるの。結構立派な拳をしてるとは思ってたけど。ちょっと違うんですけど、まあ家で自主練をしてます。それはとても忙しい。毎日夕方は欠かさずに。さすがだぜ。やはりそのグレートな力は日々の鍛錬から生み出されていたんだな。でもちょっとくらいは時間が取れない。何かの部活の勧誘ですか。察しがいいわね。私が顧問をしているとある部にぜひ参加してみない。決して怪しい部活じゃないのよ。ちゃんと学校公認だし、部活も都合の合う時だけ参加してくれてもいいの。休日の活動もあるけれど、たまにだけよ。休日がなくなるのは嫌だな。たまによ、せいぜい月に一度くらいかしら。何の部活ですか。よくぞ聞いてくれました。その名もズバリシャチホコ部。シャチホコ。すずむ、あつたくんまで。キコちゃんもシャチホコ部だったんだね。知らなかったよ。もったいぶらずに教えてくださいよ先生。なんなんすかシャチホコ部って。すんげえグレートな響きを感じるっすよ。正式名称は社会地域奉仕貢献部っていうの。略してシャチホコ部ってわけね。社会地域奉仕貢献部。シャチホコ部は地元での奉仕活動などを主体とした部活なの。清掃活動とか募金活動とか、気持ちもハッピーハッピーになってくるんだよ。まあ学校の奉仕活動よりは気楽だからね。あら、先日会いましたよね。あったあった。まあそのあの時は声をかけてくれてありがとね。んで先生、まさか部員は俺たち込みで4人だけっすか。あと2人いるわよ。もちろんその2人も素敵な美少女なんだから。今にも潰れそうなくらいの少人数じゃないっすか。
そもそもシャチホコ部なんて部活の部員募集見たことがないな。シャチホコ部は雛形先生のお眼鏡にかなった人しか入れないそうだから。そう、私のスカウトがないと入れないエリートクラブなんだから。まあタマユンのお気に入りだけを集めたわがまま部みたいなもんだよね。タマユン？雛形先生のフルネームが雛形タマユだから。雛形マユでタマユンなんだか面白いあだ名だね。紹介するね、シャチホコ部の部長の美濃部かなえ先輩。おっす、おいら美濃部。部長とか呼ばないでね、なんかめんどくさい気持ちになるから。先輩だったのか。ちっちゃいから後輩かと思ってたぜ。おいらは発育不良児だからさ、背とかちっとも伸びないのよ。ま、先輩面するつもりなんか全然ないから、君たちも気楽にやってちょう。はい、美濃部先輩。で、俺たち入部するってまだ決めたわけじゃないっすよ。シャチホコ部で奉仕活動とかしてたら進学や就職の時に面接で有利になると思うわよ。それだけじゃない、地域への貢献は徳を積むことにもなるの。豊かな人間性や魂を育み、心も清らかになってとても素敵なんだから。自分はいいことしてるんだっていう気持ちすっごくいいよね。ハートもハッピーハッピーになってエブリバディスマイルスマイルになるよ。キコちゃんはシャチホコ部が気に入ってるみたいだね。まあ雛形先生と美濃部先輩の雰囲気がアットホームな感じでそこが好きなの。体験入部からで全然 OK なのよ。今度の日曜日の奉仕活動にもよかったら参加してみない？良い行いをすると感じられるすがすがしい気持ち、体験してみる価値はあると思うけどな。俺、日曜は熱いライバルたちとのデュエルがあるんすけど。僕は大丈夫なんで参加してみたいです。え？すすはら参加するのかよ。うん、神前武術を奉納する者は常日頃から良い行いを心がけなければいけないって言われてきたから。自主練では技を磨くことしかできないけど、社長コブでなら心を磨くことができそうな気がするんだ。素晴らしいわ。そうそう、心を磨き徳を積むなら社会地域奉仕貢献部を除いて他にはないわ。進むくんだっけ？スズムも物好きだね。先輩だってこの部が気に入ってるから在籍してるんじゃないですか？まあオイラは学校の奉仕活動の空気が合わないのも大きいけどね。そう言われりゃ確かに悪くねえかもしれねえな。学校の奉仕活動はまるで捕虜収容所の強制労働みたいな気分になるからな。ひどい例えだな。そうそう、おっかない先生に見張られながらの強制労働、オイラもあの雰囲気大嫌いだよ。でもそんな先輩もシャチホコ部でなら楽しく奉仕活動ができるわけ面倒くさがり屋の美濃部さんが幽霊部員にならずにこうして顔を出してくれるんだもの。先生嬉しいわ。シャチホコ部を気に入ってくれて本当に嬉しい。縁ってあるかもしれないね。あの日偶然に声をかけた人がシャチホコ部の先輩だったんだから運命の出会いだったりしてね。でもオイラ
人はアラブの石油王ってもう決めてるから、あしからず。美濃部先輩って面白い人でしょ。いつも面白い話をしてくれるんだよ。オイラは面白いつもりで言ってるんじゃないんだけどな。ちぇ、まあ、あくまでも体験入部だしな。そうそう、グレーとススハラ君は体験してみたいって言ってるんだもん。親友のアツタ君もこれは一緒に参加しないわけにはいかないでしょ。グレーとススハラと奉仕活動、磨かれる魂、育まれる絆、やがて君はグレーとアツタに生まれ変わる。不女子狂乱で君はモテモテ。モテモテって違うぜ。俺は己を磨くための修行にちょうどいいと思っただけだぜ。今度の日曜日の活動一緒に行ってみようよ。僕も夏くんが一緒ならきっと楽しいだろうって思うよ。仕方ねえ。奉仕活動とやらを通してススハラのグレートな側面を観察して修行させてもらうぜ。決まりね。じゃあこれから日曜日の活動について説明するわよ。スズムが同じ部活に入ってくれるなんて、すっごい小さなだけどハッピーハッピー。僕もキコちゃんが一緒なら嬉しいよ。よろしくね。ところで、あと2人の美少女ってのは、あ、いや、今日来てない部員ってのはどんなやつかなって思っただけさ。それは僕も気になるな。日曜日に来るなら挨拶できるかな。さあどうかな。布川さんは忙しい人だし、黒髪さんは気まぐれな人だし。黒髪さん、そう、うちのクラスの。黒髪さんのこと気になるの？うん。なぜか一目見た時から気になって。男子はああいう黒髪ロン毛のストレートが本当に大好きだよね。スズムも好きなら私も髪型変えちゃおうかな。僕はキコちゃんの髪型大好きだよ。なかなかの女殺しだね。こりゃとんでもない大型新人の登場だよ。では日曜日は8時半に集合ね。遅れないでよ。